フレデリック・ファン・オラニエ・ナッサウは、オランダの王族、軍人。全名は、ウィレム・フレデリック・カレル。オランダ王、ウィレム一世の次男。フレデリックは1797年2月28日、オラニエ公主、ウィレムとその日であったプロイセン王、フリードリヒ・ビィルヘルム二世の王女、ウィルヘルミナの間に、第二種として、父の亡命先であるベルリンで生まれた。 祖父フリードリヒビルヘルム2世の宮廷で育てられ、カール・フォン・クラウゼ・ピッツにも学んでいる。16歳の時、ライプツヒの戦いに参加した。1813年12月、フレデリックは初めてオランダの地を踏み、ヘルダーラント州アールテンに今日構えた。彼はオランダ語が話せなかったため、ライデン大学でさらに教育を受けた。1815年にナポレオン・ボナパルトが、 エルバ島から帰還すると再度ハンナポレオン軍に加わり、ワーテルローの戦いの時は、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーから部隊を与えられ、彼が敗れた時の備えとして、ブライン近郊で待機していた。1815年に、父がウィリム一世として、オランダ王位につき、ネーデルラント連合王国が成立した。同年に制定された、オラニエナッサウけの加報により、 フレデリックは、オランダ王子の称号を与えられ、加えて、父の没後オラニエナなしさが神聖ローマ帝国内に持っていた所領を継承することになった。しかしフレデリックは1816年に、オランダ王位継承権と、オランダ王子の称号を放棄した。1826年、フレデリックは戦争省のコメソリスジェノラルに任命された。 彼は軍をプロイセンをモデルにしたものへ改革した。さらに北ブラバント州ブレダに士官学校を創設したほか、軍の装備の近代化を行った。1829年、フレデリックは独立が承認されたギリシャ王国の国王候補となったが、言葉も習慣も違う国に赴くのを望まなかった。1830年にベルギー独立革命が発生すると、 フレデリックはこれを鎮圧するためにブリュッセルへ送られた部隊の司令官となり、さらに翌1831年の10日戦争でも軍を指揮してベルギーへ侵攻した。初戦では勝利したものの、フランスの介入もあってオランダはベルギーの支配を回復することはできなかった。1839年にオランダはベルギーの独立を承認し憲法を改正して、 国号をネーデルラント連合王国からネーデルラント王国へ改めた。この憲法改正の際に行われた王権の制限を嫌って、ウィレム一世は1840年に退位し、フレデリックも公職を辞して、南ホラント州のワセナールへ陰性した。しかし1848年に、兄ウィレム二世が没してその息子ウィレム三世が、 即位すると新王はフレデリックを呼び戻し、1849年にオランダ軍監察長官に任命した。以後20年近くにわたり、1868年に自身が提案した軍の近代化計画が却下されたことに抗議して辞職するまでフレデリックはその職にあった。フレデリックは1881年9月8日にバッセナールで死去した。84歳は、 後のユリアナ女王に破られるまで、オランダ王室最長寿記録であった。フレデリックは、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム三世の王女で、母方の十枚にあたるルイーゼと1825年5月21日に、ベルリンで結婚した。妻との間に、以下の二男二女を設けた。ありがとうございます。